南北戦争中の北軍ミシシッピ軍は、ミシシッピ側にその名前を由来する。同盟の軍は2回編成されており、1862年には8ヶ月間続いたが、1863年のミシシッピ軍はわずか8日間で消滅している。最初のミシシッピ軍は、ジョン・ポープ少将を司令官として1862年2月29日に創立された。 創立時は2個不評師団で構成されており、ミシシッピ川沿いを作戦地域とした。ポープがミズーリ州ニューマドリッドに向かって、進軍を開始した際、近隣の将軍パンクから部隊が追加され、5個師団編成となった。各師団長は、デイビッド・スタンレレー、シュイラー、ハミルトン、ジョン・パーマー、イレーザ・ーパイン及びジョセフ・プラマーであった。 さらにゴードン・グレインジャーがニコ連隊からなる、騎兵旅団を引き、ナポレオン・ビュフォードの選定旅団も加わった。この兵力をもって、ミシシッピ軍はアイランドナンバーワンイの戦いに参戦した。アイランドナンバーワンイを占領した後、ミシシッピ軍は三個師団に再編され、ヘンリー・ハルック少将の西部方面軍集団の左翼を務めた。左翼には、 南西部軍からジェファーソン・デイビスの師団も追加された。コリンスの包囲戦の間、ミシシッピ軍は、それぞれ2個師団からなる2翼に編成され、左翼はウィリアム・ローズクランズ少将が、右翼はハミルトン准将が率いた。コリンス占領後、ポープはバージニア軍司令官に転任し、ローズクランズがミシシッピ軍司令官に就任した。ミシ,シッピ軍は、コリンスに配置されたが、 テネシー軍からのニコ師団の援軍を受けて、ユーカの戦い及び第二次コリンスの戦いに勝利した。その後、ローズクランズはオハイオ軍に転任となり、ミシシッピ軍は解散され、部隊は第十三軍団と第十四軍団に配属された。ウィリアム・シャーマンとその幕僚たち1863年1月4日、ジョン・ A ・マクラーナンド少将は、 ミシシッピ川を下る遠征部隊の指揮官となり、テネシー軍所属の2個軍、ジョージ・モーガン巡将に委ねた彼自身の第13軍団とウィリアム・シャーマン少将の第15軍団を率いた。マクナーランドは、この遠征軍をミシシッピ軍と名付け、第13軍団をミシシッピ軍第1軍団、第15軍団をミシシッピ軍第2軍団とした。マクナーランドは、 アーカンソーポストの戦いに勝利したが、この勝利は、テネシー軍全体としてはあまり意味があるものではなかった。テネシー軍司令官、ユリシーズ・グラントは、マクナーランドを好んでおらず、作戦に参加したシャーマンとミシシッピガー戦隊を、率いた海軍のアンドリュー・ H ・フット・提督も、マクナーランドは、遠征軍の司令官にふさわしくないとの意見を出した。 グラントは自身で遠征軍を指揮することとし、1863年1月12日、第13軍団と第15軍団はテネシー軍に戻り、ミシシッピ軍は消滅した。1862年1863年。ありがとうございます。